Welcome to Shibi Channel. どうもしびです。さあ、ついにドンにアクションを起こしますよ。パンチクラブ。ファンゲーフ。ははっ、何、死ぬのか。あ、死んだ。ロイ死んだ。いきなり死んだ。守ること。お前何のせいだ。すまん、口が滑って。あれ、全然違う感じになったんですけど、なんだこれ。は？置いてけぼーり、置いてけぼーりですけども。イワンって何なんですか？780増えてる。そういうことか。懸垂か。懸垂か。あれ、え、何もなくいきなりそ、行っちゃったんだけど。おっと、ストーリーがいきなり進みすぎて、いて。ん？戻れない、戻れないのか。寝るところはここですか。よくわかんないんだけど、とりあえずやってみましょう。詩人。
こんなとこで戦うんか。ロイがいきなり死んだけん。まだすでに残してるのがいろいろあったんだけど、なんか置いてくぶりな、私が置いてかれてる。起きねえんだけど。例えばハイパンチ変えてないね、アッパーになってる。だから、まあ、アッパーでもいいんですけど、あれに変えよう。あっし、そのこと言ってた。お金はもう関係ないんだ。完全に置いてけばれですけどね、僕は。戻れねえのかよーと思ってますけど。マジかよーって。ポーションの効果が消えました。食い物に心配しなくていいのか。いきなり体格がなくなっちゃったからね。ものすごい勢いで上がってくるんだけど、間違えてクリックしてしまった。もう戻れないの。あっちのクエスト、猫ちゃんのクエストがなくな、やれてねえのに、ビッフィークエストぶっ、それに一言、戻れないぞとか欲しいわ。置き去りだよ僕は。
まああとはエプローグ的な感じですね、これでもね。13から14に上げなきゃ。意外と上がんない。戻りたいなぁ。もうやることが大量になるんだよ。あ、そうそう、変えとかない。まあ、このぐらい、この後には負けないでしょう。だってタートルズも倒してねえし、ちくしょう。防御的ですね、非常に。終わりや。オッケー。しっかり上にし。ジョンはお前の父親し、ジョン。ミック。
いや、食い物に困らないはいいんですけどね。とても、それは最高の環境なんですが、ただここが上がらない。耐久性が上がらないですね。まあ力が上がるんですけど、エネルギー消費量上がっちゃうか。これはもうなんか低い能力を伸ばす、高い能力をさらに上げるっていうよりは低い能力を伸ばすっていう場所ですね、ここは。伸びねえ。スピードがなんか11になろうとしてる。まあ13あればいいか。いや15までいったんだけどね。結局兄の話も全然出てこないね。兄がいるっていうのはどこにいんだみたいな。この作中でいるはずなのに出てこない。うん、減る。取るよりもここにいるだけでどんどん減っていく。力がガンガン上がってくる。失礼。じゃあこれで挑みましょう。できる。まあ大丈夫でしょう。いいて。クマより体力ある。パンチきた。スウェーでかわすんだけど、クマが。おい、でかいね。40。でかいからかわせないね。おお、ダウンした。
中止。終了。入れるかどうか、お前はね、こっちか。双方エネルギー回復は2ボルトという。本当これが欲しいんだよね。でもそうするためには、75必要。もうここからは75たまんないでしょ。私にとってはマイナスに働くことがあるから可能性があるからな。こっちかな。ね、これって相手からエネルギーを奪ってるじゃん。そんなにいらないんだ。アイアンカーテン、じゃあまたそこ光化学研狙ってみっか。まあ、ブロックがついても欲しかったな。まあ、だけど、いっか。エビ取れ？これを使う枠がない。まあ、自分の方にできる。いっか。これ倒したらなんかどうだろう、また町に戻るような気がしてきたわ。多分答えとか言ってなってたでしょ。でここは底上げをする場所ですよと割り切ろう。ほとんど取りに効果ない。ギリ11だけキープ。戦っちゃうや。食の安心をしなく、あ、食に困らないのはいいっちゃいいんですけど。次の日です。まあ、そんなわけで一度ここで切りましょうかね。夜の関係で。それではですね、今回はここまでです。次回は、今ここ、まあ、5と5と、ここを6と11に上げて、狙いましょう。もういいよ、13まで、それから下落ちないから。もう無理だし、キープできない。それではここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。